For fans, this was a very different idea. The general public as a whole are going to look at that and say, why? This is what we've tried to do with the Star Wars saga now. We've tried to create more female characters who can represent so many things, because what we're trying to do isn't just create one type of character. We're trying to create a diverse range of characters. And here comes a Star Wars film, and here comes Rey. And it's, what is it? Is it Panic in the Streets? Oh my gosh, a female lead in a Star Wars movie. And then the trailer for Rogue One comes out, and it's another female lead. Oh my gosh, how unfair. We've had probably like 2 million straight film cinematic roles where men have been leads, and now we've done two in a row that are women. Well, too bad. Oh well. Maybe there are more coming. I don't know. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? 通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、スターウォーズアコライトからの話題になります。今回ですね、もう大変なことが起こりました。もうおそらくですね、このアコライト関連では頂点の話題になるんじゃないかなと思います。今回ですね、このアコライトの主演女優がファンに対してですね、敵意むき出しの歌を制作したということで、まあこちらが大変に話題になっております。まあ本日はですね、その内容、もうプクタね、全文翻訳しますので、この詳細、そして何が起こっているかというのを詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題に行く前にですね、先日のね、アサシンクリードシャドウズの話題、あの関ヶ原鉄砲隊さんの背端のデザインを盗用しているんじゃないかというあの話題ですね、あれにですね、たくさんね、皆さんコメントいただきましてありがとうございます。もうほんとね、専門家の方からのコメントとかもあって、まあ大変勉強になりました。で、これについてはですね、また後日ね、改めてどこかのタイミングで動画を出せればいいなと思っております。で、やはりですね、まあこういった時に発信力っていうのは大切だなと、まあ痛感いたしまして、まあ日本人がね、声を発信するということになって、これがね、拡散されましても、もうチャンネル登録者とかすっごい少ないじゃんなんてことを言われるわけですよ。そこで皆さん、ここでね、改めてチャンネル登録をお願いします。約 70% の方がね、チャンネル登録をせずにこのチャンネルご覧になってますんで、この機会にぜひね、チャンネル登録をしていただき、発信力を与えてもらえたらと思います。さあ、それでは本題です。今回ね、まあ、こちら見えておりますが、スターウォーズアコライトですよ。なんとですね、この主演女優、アマンドラ・ステンバーグという女優さんなんですが、今回彼女がですね、このスターウォーズのファンたちを痛烈に批判する歌というのを制作し、発表しました。まあ、この内容がですね、ものすごいものになっておりまして、正直ですね、ファンに対して、ここまでね、直接的に敵意をむき出しにする女優さんというのは、これまでいなかったんじゃないですかね。まあ、ものすごい人が出てきたということでね、現在このアコライト、大変なことになっております。で、まずですね、こちらがね、アコライトのおなじみロッテントマトですが、見てください、こちら現在ね、14% まで下がっております。ちなみにですね、これまでスターウォーズのね、ワースト記録というのはこちら、スターウォーズホリデースペシャルだったんですね。批評家が 25%、そしてオーディエンスが 23% ということで、今回ですね、こちらを更新しました。つまり、オーディエンススコアに関しては、このアコライトはスターウォーズシリーズでワーストということになります。ちなみにですね、こちらのクローンウォーズもね、すごいことになっておりまして、こちらは批評家がね、ものすごく低いんですよね。これが批評家のワーストスコアなんじゃないかなと思います。ということでね、まあそんなアコライトですが、今回ですね、まあこういったことが起こるんですね。アコライトのスターが、スターウォーズへのヘイトに、最もアイコニックな形で、コラプスパック。ということで、こちらですね、コラプスパックとあります。こちらが本日のキーワードになります。あなたを批判したり、侮辱したりした人に対して、答えたり、批判したりすること。ということで、こちらのクラップバックというのは、反撃するという意味になります。日本語でも、こう、相手を批判したりすること。これをディスるって言いますよね。で、このクラップバックというのは、それに対してディスり返すと。そういう意味なんですね。で、ただね、こう、相手を罵倒するというよりは、言われたことに対して、ちょっと上手いことを言ってディスり返す。これをね、クラップバックというんですね。で、この時に手をね、パンパンと叩くジェスチャーをするんですね。それがね、ここに入っていまして、クラップというのは拍手という意味になります。ということで、こちらは、アコライトのスターが、スターウォーズへのヘイトに、最もアイコニックな形で反撃。
アコライトはスターウォーズファンから不必要なほどのヘイトを浴びており、このスターはその目覚めた、ここね、多くとありますね。その目覚めたレッテルに対して非常にアイコニックな形で反撃している。まあこの時点でおかしいんですけどね。まあ日本だったらこれ、なんで言われちゃうのかなって反省すると思うんですが、まあ向こうは違うんですね。反撃すると。シリーズの半ばを過ぎた現在も、アコライトはスターウォーズのタイムラインの限界を押し広げ続けているが、ファンからの批判が相次いでいる。最初の予告編が公開された時から、ウォークライトと呼ばれていたこのシリーズは、これウォークとアコライトの造語ですね。ウォークライトと遥か遠くの銀河を舞台にジェダイの連続殺人事件を描いた独特で多様な作品として酷評されてきた。現在番組で双子のオシャとメイを演じる主演のアマンド・ラステンバーグは、ここよく聞いといてくださいね、わずか72時間で録音、撮影、編集したミュージックビデオで新たな苦情に反撃したということでですね、まあ今回ね、こちらに見えておりますが、おなじみね、このアコライトの主演女優アマンド・ラステンバーグが72時間で録音、撮影、編集したミュージックビデオというのをインスタグラムで公開しました。で、ちょっとですね、その内容を見る前に、この方がどういった方なのか見ていきたいと思います。ここがね、今回すごく大切なところです。アマンド・ラステンバーグはアメリカの女優。彼女は子役として映画コロンビアナで演技を始めました。彼女はアクション映画ハンガーゲーム、スリーピーホロー。これドラマの方ですね。ミスター・ロビンソンで脇役を演じました。ミニシリーズアコライトでは主演を務めています。そしてね、ここなんですね。ステンバーグは LGBT の若者のための活動を積極的に行っています。2015年に結成されたフォークロックデュオ、ハニーウォーターの一員として音楽デビューしました。で、この後もですね、まあ英語版のね、ウィキペディアはずっと続いていくんですが、これね、読むとわかりますが、ほとんどですね、黒人について、人種差別について、BLM について、そういったものの記載になっています。つまりですね、こちらね、現在25歳のアマンドラさんですが、要するにね、アクティビストなんですね。2016年、ステンバーグは、バイセクシャルであることをカミングアウト。その後、パンセクシャルであることも公言している。同年3月、ステンバーグは、ノンバイナリーであることをカミングアウト。代名詞は、she, her, と、they, them の両方を使用している。2018年6月、ワンダーランド誌のインタビューで彼女はゲイであることをカミングアウトした。デイズ誌は2015年秋の表紙に彼女を特集した際、ステンバーグを彼女の世代で最も激しい声の一つと名付けました。彼女は2015年と2016年にタイム誌の最も影響力のあるティーンのリストに選ばれました。2016年にはオプラ・ウィンフリーによる先見性と影響力のあるリーダーのリストであるスーパーソウル100にも選ばれました。そしてね、これまだ続くんですね。ステンバーグはインターセクショナルフェミニストである。彼女はインタビューやソーシャルメディアで政治的見解について率直に発言しており、2015年にはフェミニスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。ということでね、まあ、このウィキだけでも様々な要素が出てくるんですね。で、どちらかというとですね、まあ、彼女のね、女優としてのキャリアよりも、まあ、こういったね、政治的見解とかジェンダーについてね、非常に多く書かれているわけですね。じゃあね、なんでこのアマンドラさんが今回のアコライトに選ばれたのか、それがね、こちらに書かれているんですね。すべてのアートワークが私の顔をコンセプトにして作られていて、レスリーはこのために3、4年ほどずっと取り組んできたの。もしあなたがやらなかったらどうするかわからないわ。プレッシャーは感じないでねと言ってきたんです。つまり、このアコライトの主人公に関しては、オーディションをしていません。そもそもですね、レスリー・ヘッドランドが、アマンド・ラステンバーグのためにこのアコライトを書いてるんですね。そもそも彼女は想定されていて、こちらのアマンドラさんがダイレクトに抜擢されているというわけです。で、これはほんとプクタのね、個人的な見解になりますが、アコライトのこの彼女の演技は正直ね、良くないと思います。まあ、プクタはね、ちょっとこれが原因で、このアコライト見るのが辛いなというのもあるんですが、なんでこの人がスターウォーズのドラマの主演に選ばれるんだろうと、正直ね、思ってしまったんですが、まあそもそもね、ライバルがいなかったんですね。ちなみにですね、アコライトのね、あの、緑色の人いるでしょ？この人です。この方ね、レベッカ・ヘンダーソンと言うんですが、この人はですね、こちら見えております、ショーランナーのレスリー・ヘッドランドのパートナーです。レズビアンでして、2016年にね、結婚してるんですね。ですので割とね、メインどころのアコライトのキャスティングというのはこのレスリー・ヘッドランドの剛腕によって決められていると、まあそういった状況なんですね。あのジェームスガン方式でしょうか、あれですね。そして今回ですね、アマンド・ラステンバーグのインスタグラムにおいてこちらの MV が公開されるんですね。ハッピージューンティーンズ、これね、6月19日の奴隷解放記念日で祝日ですね。そして耐え難い人種差別を私に浴びせかけてくる人たち、この曲とビデオを作るのにノートパソコンで72時間かかったの。だからあなたたちも72時間で返答してね。振り付けも期待してる。ということでね、まあここだけでもね、結構すごいですが、そしてこちらね、 PV の内容というのがスターウォーズのファンたちをですね、まあ痛烈に批判する内容だったんですね。でちょっとですね、こちら見てみますが、
というような感じの曲です。で、今回ですね、まあ、こちらね、結構長い3分くらいある歌なんですが、ドクターね、これ全文翻訳しました。ですので、ちょっとね、これ見ていきたいと思います。私がまた Twitter でバズってる。ニュースを見て何か面白いことがないか探してる。2000万ビュー。2018年のインタビュー。トレバー・ザ・キングと一緒にティーンだった頃、私はストーリーを語るために街から街へ走り回っていた。あの話を知ってるでしょ？警察が黒人の少年をした話。人々は劇場で泣いて解放感を見つけていた。白人は私たちを人間として見ることができて泣いていた。トレバーが人々に何を伝えたいか尋ねた。私は白人が泣くのが目標だと言った。もし一つだけ撮るなら何を撮るのか。私は共感だという。それが私を嫌う理由なの。彼らは言葉を切り取り憎しみを作り出す。彼らのプロパガンダと同じように見せる。私たちの痛みと暴力を混同し、私たちの行動を武器化しようとする。抑制するものの絶望は高まっている。今や彼らは使えるものなら何でも握りしめている。もし誤情報に頼るなら、それはあなたが真実を恐れていることを示している。そしてですね、ここね、ちょっと見えておりますが、この言葉を連呼するんですね。私たちはあなた方の議論に関わるのに飽き飽きしているんだよと。で、ここまでの話をね、ちょっと一旦整理しますね。この歌詞、ここまで何を言っているかと言いますと、こちらなんですね。これね、X で随分拡散されました。スターウォーズの女優、アマンド・ラステンバーグ、白人発言が怒りを呼ぶ。2019年に人種関係をテーマとした映画に主演したスターウォーズの女優、アマンド・ラステンバーグは、当時の目標は白人を泣かせることだったと発言したことで、現在、非難を浴びている。ということでね、まあ、こちらの発言何かと言いますと、Well, I mean, white people crying actually was the goal. ということでね、まあ、こちらにもありますが、白人が泣くことが目的だった。アマンド・ラステンバーグ、スターウォーズ新シリーズ、アコライトの主演女優という形でインフルエンサーにね、ここを切り取られて拡散されてしまったんですね。で、ここだけ見るとね、このアマンドラさんが白人をね、泣かせてやることが目標だったんだと言ってるように見えてしまうんですが、実はですね、そうではなかったという話です。これに対し、他の人たちは、ステンバーグの発言の意味を明らかにしようとした。アマンド・ラステンバーグは白人が、共感から泣くことが目的だったと言っていた。この共感は黒人に対する警察の残虐行為を描いた彼女の映画 The Hate U Give に対するものだ。これは文脈から外れているので、前編の動画を見てください。これが曲解されているのは腹立たしい。ということでね、まあ、こちらでも言われておりますが、泣くの意味が違かったというわけですね。で、先ほどの MV の前半ではこれに対してのね、非難をしているというわけなんですね。ただこれに関してはどうでしょう。まあ一理ありますよね。言っていないことを言っているとして非難されていては、まあそれはね、たまったもんじゃありませんので、まあこういった形でね、これを発信するのがいいかどうかちょっと別として、これに対して不満を言いたくなるという気持ちはわかる。そして問題、ここからですね。面白いことを教えてあげる。彼らはウォークをねじ曲げて登用している。私が覚えている限り、ウォークは私たちが作り出したものだった。権力に真実を語る馬鹿げた人種差別主義者に目を光らせる。そして今や彼らはそれを何でも脅威とみなしている。ガンビーノがそれを時代精神に入れたのを覚えてる。それは人々が差別を認識すること、コミュニティの力、クリックベイトの餌ではない。ついでに、ジャーナリスト、あなたたち見てる？あなたたちの仕事は真実を提供することを忘れたの。分裂を広め、データを掘り起こす。金と視聴数のために倫理を放棄したようだ。人々が疲れているのはわかる。子供たちは見たものを信じていない。彼らの洞察力から学ぶことはできる。未来はやってくる。そしてそれは常に若者たちだ。そしてまたここを繰り返しですね。私たちはあなたたちの議論に巻き込まれるのにうんざりしてるの。妹は私に心を乱さないようにと言った。でも私は怒りを抑えるのにうんざりしている。400年もの間、彼らの馬鹿げたことを受け入れてきた。先祖たちが監禁されたように心を整理する。自分の痛みと向き合わなければ、それは依存症や病気、ヘイトとして現れる。抑制がもたらす感染、私は早死にする。次の犠牲者にはならないわ。ということでね、まあこれがね、全文になりますが、ちょっとね、まあ、あくまでも歌の歌詞なんで抽象的な表現もありますが、まあこんな感じでね、この表情もわざわざストップモーションにして見せているんですが、ファンに対してクラップバックする歌を72時間で作ったよと、まあそういったわけなんですね。で、後半に関してはですね、まあ切り取りの話から少し外れまして、ウォークの話になっていくんですね。で、前半に関してはね、切り取りで言ってないことを言ったことにされてしまう。まあここに関してはね、気の毒だなと思いますね。まあほんと一部ではね、これをアコライトの話としてものすごい怒っていた人がいたというのも事実です。ただ YouTuber とか含めて全員がそんな伝え方してないですからね。ドクターもこんなの扱ってないでしょ。
ょう、まあくまでも一部ね勘違いした人がいたと。にもかかわらずですね、後半はウォークを非難する人たちを非難するという構成になっているんですね。これはねちょっとどうかと思いますね。まあつまりそういった人たちが分断を煽ってるんだと言いますけど、分断を煽ってるのはどっちなのっていう話なんで。ですのでね、まああくまでも自分たちはね何も悪いことしてませんよ、分断を煽ってるのは反ウォークの人たちなんですよと、まあこういったスタンスを今回ですね改めて歌に込めてですね発信したと。まあそういったわけなんですね。スターウォーズアコライトの主演女優アマンド・ラステンバーグは人種差別カードを引っ張り出し、自分がいかに虐げられているかを歌いながら水を得た魚のように息を切らして暴れることで批判者たちに立ち向かうことを決意しました。これが今のスターウォーズです。まあこういうのをね被害者ポジションって言うんですが、まあこういった論争というのは常にねこの取り合いになっているという感じになってるんですね。アマンド・ラステンバーグのスターウォーズのファンをディスるインスタグラムのミュージックビデオは今までに見たこともないようなゴミだ。アマンド・ラステンバーグは彼女の民族がいかに抑制されているか、そしてスターウォーズのファンがいかに人種差別的で偏見に満ちているかを歌うことにした。これがディズニーのルーカスフィルムがスターウォーズに刻み込んだ遺産なんだ。やっぱりね出てきました、こうなりますね。ちょっとね後ほど語りますが、アマンド・ラステンバーグのこのトラックは彼女のレイチェル・ゼグラーモーメントだ。アマンド・ラステンバーグが人種差別カードを切ろうと決めたとき、やっぱりですねこれね特に X ではこのアマンド・ラステンバーグが人種カードを切って被害者ポジションを取ろうとしたというように見られていますね。インスタグラム上でもこのようになっています。アコライトでの彼女の演技と同じぐらいひどい、有名な大富豪の女優がネット上の人種差別や意地悪な人々に苦言、あなたは被害者じゃありません、あなたは虐げられていません、人種差別カードすごい斬新だね、もうめちゃくちゃだ、才能と説明責任 0%、 権利と特権 100%というような感じでね、まあ、X だけではなく、こちらね、Instagram の方にも割とね、批判が集まっておりまして、まあ、これに関してはね、72時間以内に反応してみろというように煽っておりましたから、仕方がない部分もあるのかなというように思いますね。はい、ということで本日はですね、スターウォーズアコライトの主演女優、アマンド・ラステンバーグが、ファンを痛烈に非難するというミュージックビデオを72時間で制作しまして、大変な炎上をしているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあね、前半部分、会話というのがね、切り取られて誤解している人がいると、まあ、そういった形でね、クリックを稼ぐというのはおかしいでしょうと、これに関してはね正しいと思いますよ。さすがにね言っていないことを言っているとされてしまってはかわいそうだなというのはありますが、ただこの一点をもってですね、ウォークを非難する人たちを非難する、これはねちょっとさすがにやりすぎだと思いますね。しかもこの人アコライトの主演女優ですからね、普通に考えたらねこうやってレースカードを切ってファンを攻撃するっていうのはありえないですから、いやこれはねすごいなと思いましたよ。で先ほどねちらっと我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんの話題も出ていましたが、少なくともですねレイチェル・ゼグラーさんに関しては攻撃相手っていうのは自分たち側にいる有名人なんですよね。 JK ローリングであったりジーナ・カラーゴであったりね。でね、ファンを間接的にいじって嫌われていたのがブリー・ラーソンだったんですが、あの人もですねここまで好戦的ではなかったわけですよ。ですのでこのねアコライトのアマンド・ラステンバーグさん、レイチェル・ゼグラーとブリー・ラーソンのハイブリッドです。もうこれはねものすごいインパクトがあるんじゃないかなと思います。今後のスターウォーズの制作陣とファンの関係ですね、まあ、ここのね分断はもちろん深まりますし、かなりねこれによって深い影を落とすことになるんじゃないかなというような気はします。でちなみにですね、これね現在ここから削除されているんですが、これ投稿された当初こちらの PDF が引用されていたんですね。でこれね何かと言いますと、ジャック・ダグラス・フォーブスっていうアメリカの歴史学者です。この人がですね、まあ、ネイティブアメリカンや黒人ですね、この歴史についてまとめているこれ論文なんですかね、これをね引用しているんですよ。で先ほどね歌詞にも出てきました400年とありますが、あれはつまりですね黒人が迫害されてきたという歴史を指しているんですね。つまりこの歌というのはスターウォーズのファンだけにとどまらず白人に対しての批判も持っているわけですよ。だからねやっぱりこの方はですね、まあ女優さんというよりはあくまでもねアクティビストなんだなと、まあここからもねアコライトというのがどういった精神を持って作られているかというのが垣間見えるんじゃないかなと思った一件でしたね。果たしてこれ誰が得するんでしょうか。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ちなみにですねこちらのねアマンド・ラステンバーグさんのお父さん白人です。